ご視聴ありがとうございます。今回は、コンピューター業界に変革を起こすことになる IBM PC の誕生までの道のりをご紹介させていただきます。1981年8月12日。業界の巨人、IBM がパーソナルコンピューター市場に乗り出してきた。その製品の名は、IBM パーソナルコンピューター。そう、このパソコンこそ、その後、世界中に普及し、デファクトスタンダードとなる PC 互換機のルーツとも言えるマシンなんだ。しかし、この PC の誕生は、これまで業界を独占し続けてきた、巨人に終わりを告げ、新たな覇者を生み出すきっかけを作ることに。クローズ型のビジネスモデルで、徹底的にライバルを抑え込み、市場を制覇し続けた、IBM が。なぜ、競合の参入を許す、オープンアーキテクチャーの、パーソナルコンピューターを開発したのか。今回は、IBM の誕生から、この巨人がパーソナルコンピューターを、生み出すきっかけとなった、ライバルメーカーの出現について、ご紹介させていただきます。機械計算機の覇者、IBM の誕生。大型コンピューターの覇者であり、絶大な組織力と、技術を兼ね備えた、超巨大企業、IBM のルーツは、1896年、パンチカードマシンを開発した、タビュレーティングマシン社から始まるんだ。1861年、南北戦争以降、急速に工業化を推し進め、大量の移民を、安い労働力として受け入れていた、アメリカでは、連邦政府の、国勢調査部門が、かき集めてきたデータを集計し、数字の山から、有用な統計資料を、引き出す作業に、困り果てていた。そんな中、ヘルマン・ホレリスは、折り木や、自動ピアノから、あるアイディアを思いつく。ジャカードマシンも、自動ピアノも、カードに開けた穴の位置によって、機械の動作を制御している。という点に着目した、彼は、個人のデータを、一人一枚の、パンチカードに記入すれば、集計という手作業から、解放されるかもしれない。と、考えたのである。性別や、年齢をはじめとする調査結果を、穴を開けて表現し、この穴によってカードを分類するという、彼が考え出したマシンは、後に、パンチカードシステムと名付けられ、設立した会社を、急成長させるとともに、多くのライバルを登場させたんだ。やがて、競合による、業績の悪化に見舞われた、ホレリスは、会社を売り払い、これを引き継いだ、新しいオーナーは、複数の企業と合併させ、CTR 社を設立するんだ。そして、3年後の1914年、後に、IBM を世界的大企業に、育て上げ、世界一偉大なセールスマン、と言われる人物が登場する。それは、キャッシュレジスターで急成長した、NCR 社で、ラツワンのセールスマンとしての仕上がってきた。トーマス・ワトソンが、CTR の総支配人に、就任したんだ。彼は、直販営業部門や、販売特約店の整備、セールスマンの歩合制と、ノルマ制の導入、事務メーカーとして、世界初の、開発部門の強化などの、改革を実行し、事務機器を売るなら、NCR のセールスマンを、雇えばよい。と、言わしめていた、NCR 流の販売戦略を持ち込み、組織を、急成長させたんだ。さらに、追い風となったのが、この年に勃発した、第一次世界大戦なんだ。この大戦は、軍需産業や、行政府に、膨大な事務作業を発生させ、やがて、大量生産、大量消費に向け、勢いよく資本主義のエンジンを、回し続けるアメリカで、計算処理を、自動化できる道具は、潤滑油の役割を果たすようになるんだ。1920年代の、不況期にも、CTR の削氷機は、会計業務の経費削減や、在庫の適正化の道具として、多くの大企業に採用され、24年には、社名を、IBM に変更し、カードに穴を開けるパンチと、穴によってカードを仕分けするソーター、カードに記録されたデータを、計算処理する、削氷機という、3つの商品からなる、パンチカードシステムを、レンタル制で供給し、保守や、カードの販売などの、囲い込み戦略で、収益を上げていったんだ。その後、世界経済がたどる、規模拡大の流れは、計算処理の増大の歴史でもあり、これが、IBM の発展と大きく重なり、やがて、このメーカーは、集計マシン市場で、80% を超える圧倒的なシェアを獲得することになるんだ。しかし、1932年、この行き過ぎた囲い込みは、連邦政府により、独占禁止法違反で告訴され、有罪判決の結果、政府から、他社にも、競争の機会を与えるように、と、迫られるも、その後も、この巨人の独占が、揺るぐことはなかったんだ。しかし、IBM にとって、脅威となりかねないテクノロジーが、40年代に訪れる。それを生んだのは、ドイツの侵攻から始まる、第二次世界大戦の影響から登場した、電子計算機なんだ。巨大な国家予算を背景に、計算能力を、軍事利用に活用しようとする、試みが進められ、ハーバード大学は、44年に、アメリカ初の、自動計算機、マーク1を完成させ、一方の、ペンシルベニア大学は、エニアックの稼働にこぎつけ、さらに、後継機を、ユニバックと名付け、
コンピューター市場に乗り出してきたんだ。当然、IBM も遅れること、2年後の53年、大型コンピューターを完成させ、徹底した低価格構成で、ライバルメーカーを追いかけたんだ。50年代後半になると、コンピューターは、寿命の短い真空管から、半永久的に利用できる、トランジスターへと移り変わり、このデバイスを採用した、第2世代コンピューターの時代でも、この巨人は、過去のノウハウの蓄積、ユーザーの要求を吸い上げる確固たる営業力や、技術体制から、大企業や、大組織相手の、大型コンピューターを、展開し、業界を支配しようとしていたんだ。60年代の、第3世代コンピューターの、時代に入ると、IBM の覇権を後押しする、史上、最も成功した、コンピューターが登場するんだ。それが、新世代機、システム360なんだ。この製品名には、すべての用途、すべての規模の要求に、360度対応できるマシン、という意味が込められており、今まで、用途別に、複数の製品を発売していたものを、一本化し、同じ OS で、同じプログラムを使えるようにするなど、それまでのコンピューターとは、一線を画す、画期的なシステムだったんだ。この360の登場は、業界で、後発であった IBM が、再び、市場で圧倒する、原動力となり、パンチカードから、コンピューター時代への変化の波を、完全に乗り切った、象徴と言われるようになるんだ。しかし、この巨人が、大組織、大企業のデータ処理という市場を、独占している間、その片隅にある、小さなネットワークから、IBM の脅威となるマシンが、生まれることになるんだ。そう、後にこのメーカーが、パーソナルコンピューターを作らざるを得なくなる、教訓となる、ライバルメーカーが現れたんだ。IBM の脅威、ミニコンピューターの誕生。1955年、MIT の研究所で、パーソナルコンピューターの研究に、取り組んでいた、ケン・オールセンは、57年、開発過程で生み出した技術を、ビジネスに生かそうと、ボストンに、DEC という会社を、設立したんだ。7万ドルの資本は、ベンチャー投資会社の先駆けとなる、アメリカンリサーチから出資され。しかし、創業当時は、将来の可能性を感じさせてはいたものの、未だにビジネスの軌道に乗っておらず。そのため、最初の事業を、コンピューターや、機械のコントローラーなど、モジュール回路の開発から始めたんだ。その後、DEC は、モジュール製品のラインナップを、拡張してゆき。ある特定の機能を持った回路を、ひとまとめにした商品群は、その後誕生する、集積回路の先駆けとなり、このコンピューターを、部品ごとに分けて開発するという手法は、後の、パーソナルコンピュータの、オープンアーキテクチャーの思想に、大きな影響を及ぼすことになるんだ。やがて、経営が軌道に乗り始めると、このモジュールを組み合わせ、会社設立の本来の、目標である、道具としてのコンピューターの、開発にも着手し始め、創業から2年後の、59年、このメーカーを、急成長させるマシンが登場する。それが、後にコンピューターの世界に、ハッカー文化を生み出すことになる、シリーズ最初のマシン、PDP-1 なんだ。この年に、ボストンで開かれた、ジョイントコンピューター会議で、この製品のデモンストレーションが行われ、紙テープを打ち出す、タイプライターと、ブラウン管ディスプレイを備えた、極めて小さな筐体や、数百万ドルという、この頃のコンピューターに対し、破格のリーズナブルな製品だったことから、様々な分野の研究者たちの、格好の道具として、注目を集めることになるんだ。やがて、研究者たちは、横の連絡を取り合い、DECUS と名付けた組織を、結成し、このマシンに関する情報や、ユーザーが開発したプログラムを、共有し始めたんだ。このマシンの評判から、DEC は、次々と、PDP シリーズを発表してゆき、その間も、先進的なユーザーが書き溜めたソフトが、ユーザーのネットワークで広まるようになり、大学や、研究機関への、ミニコンピューターの普及を、一層、後押しすることになるんだ。そう、ソフトウェア資産の蓄積から、ハードが売れるという、パーソナルコンピュータ文化の、走りとも言える現象が、この頃から起きていたんだ。さらに、6年後の、65年に、DEC の成長に、弾みをつけることになる、マシンが登場する。それは、後に、5万台を売り上げ、当時最も成功したコンピューター、PDP-8 が発表されたんだ。従来の、枯れた技術で構成する代わり、このマシンでは、小型化と、低価格を徹底して推し進め、当時としては破格の、1万8000ドルにまで、価格を抑えることに成功し、さらに、タイプライターのように、机の上に置くことができる、コンパクトな作りから、工作機械や、プラントの制御という、新しいコンピューターの利用分野にも、市場を切り開いていくんだ。その後も、70年に、PDP-11、77年には、VAX シリーズを発表し、この頃には、大型コンピューターを独占する、IBM が、ビッグブルーと呼ばれるのに対し、小型コンピューターを圧倒する、DEC は、スモールブルーの愛称で呼ばれるようになるなど、ついに、巨人に続く、売上高、世界第2位の、コンピューターメーカーにまで、成長することになるんだ。
大組織、大企業市場で、徹底してライバルメーカーの、抑え込みに成功してきた IBM が、その視野の外にある、超小型市場の開拓を、DEC に許してしまったのである。そう、このメーカーの存在こそ、IBM の教訓であり。これ以降、IBM は、大型コンピューターの、下流の世界で、巨人を脅かそうとする者たちを、警戒し始めるようになるんだ。70年中頃から、ミニコンピューターのさらに下位に、パーソナルコンピューターという、新しい世界が開けつつあることを、察知した、ビッグブルーは、いよいよ、パーソナルコンピューターの覇権に向けて、動き出す。今回はここまで。次回は、巨人の、もう一つの脅威、世界初の、パーソナルコンピュータの登場、そして、マイクロソフトの誕生を、ご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。